はい、どうもご視聴ありがとうございます。正しい扉ということでですね、こちらのゲームは数ある扉の中から正しい扉を選んで開ける短編ホラーゲームとのことですね。まあ、ちょっとどんな感じで選ぶのか、どんな扉なのか分かりませんが、やっていきましょう。俺はこの赤い扉を選ぶぜ、せっかくだから。扉の向こうにあったのは白い部屋だった。霧のような白い何かに包まれた空間、そこにあなたがいた。あ、これが俺、女の子。俺、女の子。どうも、私、ケンボです。あら、どうしたの、そんな顔して。あ、違った。ここから出たい？女の子もついてきた、部屋に。それなら、正しく言いましょう。正しく。正しさとは何なのか。難しいね。哲学の授業が始まっちゃうわ。正しい扉を選ぶの。そうすれば、ここから出られるはずよ。正しい扉はどれかって？さっき開けたばかりでしょ？ん？心配しないで、大丈夫。さっき開けたばかり。あなたならできるもの。さっき開けたばかりってどういうこと？さあ行きましょうね。一回出てったのにまたここ戻ってきちゃったってこと？それとも最初の扉？赤か白か青か。せっかくだから俺は赤い扉を選ぶぜって言いたくなるな、これ本当に。じゃあ赤い扉行くわ。この扉を開ける、行くよ。はい、赤。縁起がいい。赤。扉の向こうにあったのは赤だった。概念。部屋一面が血のように鮮烈な赤色で埋め尽くされている。そこに一歩足を踏み入れると、体の穴という穴から血が溢れ出た。なんで？目から鼻から口から溢れ出た。それは体を伝って地面に落ちていく。徐々に気分が悪くなり、目の前が暗くなっていく。そのうちに耐えられなくなって床に倒れた。あー、赤はダメだ。青、じゃあ水とかじゃないか。遠ざかる意識の中で最後に見たのは、この部屋のように赤くなった自分の姿だった。どうやって見たの、それは。死んだ。あー血を抜かれた。あー、あら、間違えてしまったの。大丈夫よ。一度や二度は誰だって間違えてしまうもの。一度や二度で済むかな。でも次こそは正しく言いましょうね。怖いな、なんかお前本当に。じゃあ白じゃない？普通に言ったら白だよね。一旦じゃあちょっとクリアしたい。一発クリアしたい。赤はなかった。一発クリア目指すわ。白、白が正解。どう見ても。だって同じやつつってたもん。あー、で、形が違うんだ。間違い探しみたいな感じだね。ここが切れてるか切れてないかっていうのと、丸いか丸くないかだよね。四角かだよね。まあ丸いのは確定として、俺よく国語のテストとかでこれ使うんだけど。この四角の方、間違った選択肢の方がこの角取れてないから、多分こっちが正解です。はい。多数派を取り続ける。まあ出題者側もそれ分かってるから引っ掛けてくんだけど、同じ考え方だよね。このこれがないやつで、かつ、丸じゃないやつ、水玉型、こいつ、こいつだ。俺はこの扉を選ぶ。いや、これ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 。あの宝箱、扉が開かない。鍵か何か必要なんだろうか。じゃあこれ開けるよ。これしかないだろう。箱の中には何もなかった。空っぽの真っ白の箱だった。だからそのまま閉じようとしたら、体がその中に引き寄せられた。頭が入り込んで視界が白で埋まる。もがいても抜け出すことはできず、ずるずると引きずり込まれていく。肩が引っかかったが、それでも止まらなかった。バキバキと音を立てて箱の中に入るように折れ曲がる。一緒に腕も足も箱の中に収まるように内側にへし折れる。体を動かすことができなくなって、感覚もなくなっていく。そのまま何もできなくなって箱の中に収められた。あら、これあなたが書いたの？どういうこと？箱になっちゃったの？俺は。とっても上手。とっても素敵ね。さすが俺たちの子だな。ん？幼少期の記憶？ええ、そうね。ずっとこの幸せが続くと思っていた。そう思っていたんだ。箱エンドか。なんか、種というか、俺の背景がちょっとわかりそうだったけど。あ、間違えてしまったの。あ、でもここは一緒だよね。正しく言いましょう。じゃあ最後の扉、黒い方行ってみるか。それか、鍵をどっかで拾わなきゃいけない。他、あ、違うか。何回かこれを開けようとしてみる。鍵か何か必要。でも正しい扉だけは開けなくてはならない。相変わらず開かない。お、
殴りつけてみたが拳が痛いだけ、扉はびくともしなかった。こういうことか。諦めない気持ち、もう一度扉を殴りつけてみた。開かない。扉が、拳が青紫色に滲んで痛みがよりひどくなった。今度は体全体を扉に叩きつけた。扉が少しだけ動いた。マジ？だから繰り返した。腕も足も頭もぶつけたところ全部が熱を持って腫れ上がる。体全部が痛かった。でもこれしか許されないから仕方ないんだ。これしか許されないから。そのうちに痛みを感じなくなっていた。ずっとずっと体を扉に叩きつける。何かが顔から垂れて地面に落ちた。汗か血か涙かもわからなかった。なんでそんなに頑張れるのお前は。あ、いた？ちょっと他の見ないとわかんないな。自分が遠藤。ちょっと他の見ないとわかんないな。ちょっと失敗していこう。あ、よかったわ。正しくいられたみたいね。でも戻ってきたの？どうしたの？そんな顔して。そうね。ここから出ることはできなかったわね。でも大丈夫。このままずっと正しくいれば、いつかはきっと出られるわ。何より。それがあなたのためだもの、メイコは。さあ、行きましょうね。じゃあ、ちょっと間違えてみるか。青い扉。青鬼がいるか？真っ青か。扉の向こうにあったのは青だった。部屋一面が深海のような静かな青色に埋め尽くされている。一歩足を踏み入れると体が沈んだ。ズブズブとどこまでも落ちていく。その部屋に床はなかった。ただ青い水で満たされていただけだった。ブクブクと呼吸が泡になって消えて、塩味が口の中に入り込む。視界から徐々に光が消えていく。もがくこともできずにそのまま青色の底に沈んでいってしまった。どうして？どうしてそんな。うるさい！お前には関係ないだろ！さっさと俺の前から失せろ！お願い。なんかやっぱ家族がすごい仲悪くなっちゃったのかな。あなただだけはあの人のように間違わないで。じゃあ今のお母さん何者？っていうか、にしては赤い部屋だけ関係なさすぎない？俺の過去と。ただただ血抜かれたんだけど。あら、また間違えてしまったの？いえ、してしまったのだから仕方ないわね。次こそは正しく言いましょう。大丈夫、あなたならできるわ。怖いんだけど本当に。お前は何者？じゃあここから別の間違い方してみようか。赤とか青はわかるけど、これ想像つかないんだよね。なんか四角、じゃあ四角か角張った生き方するわ俺は。なんだてめえってバカ野郎。扉の向こうにあったのは白い部屋だった。白い部屋か。何もない。真っ白で真四角な空虚な空間だ。そこに足を踏み入れる。するとギチギチという音がした。何の音かわからない。ギチギチって何が？縛られるような音。しばらく経ってからそれが自分から鳴っていることに気づいた。自分の頭が、体がこの部屋のように四角くなっていく。なんで？ギチギチと音を立てて、緩やかな曲線が徐々に規則正しい直線になって直角になって歪んでいく。足が棒のようになる。苦しい。手が板のようになる。助けて。頭が。かわいそすぎる。つら。いや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 、終わりが正解だったりする？これ連打してみる？扉、これが正解だったりする？まあいいか、とりあえずちょっと行けるとこ行こう。あら、あ、また間違えてしまったのと、なんかただただひどい目に遭う扉と俺の過去が分かる扉があるな。じゃあこのちょっと角が取れてるやつ、扉の向こうにあったのは部屋だった。家具も窓も何もない薄暗い空間。部屋に入っても何も起きない。何もないと思っていたら右腕がなくなった。そのことに気づいた時には左腕もなくなっていた。何かに体が次々と奪われて消えていく。今度は足がなくなってしまった。体の上半分が鈍い音を立てて床に落ちる。次は耳がなくなる。次は目がなくなる。もうやめてほしい。お願い、やめて。捨てないで。なくさな。捨てないで。捨てないで。まだそんなことをしているの？もうやめなさい。今までのものも捨てましょう。だって正しくいるためには必要ないもの。大丈夫、あなたならできるわ。どういうこと？捨てないで。やっぱりちょっとなんか自分がひどい目に遭う扉と自分の過去がわかる扉が隠されてるのかな。あ、これで5回目よ。どうしてこんなにも間違えてしまったの？間違えてしまったというか、怒ってないわ。だって出てきたいし。ただあなたに正しくいてほしい。それだけなの。だからお願い、正しく言いましょうね。
正しくってなんなん。じゃあこの電波みたいなの立ってるやつ電波なんか影なのか分かんないけど、扉の向こうにあったのはただの部屋だった。一見小綺麗なその場所はよく見れば細かい傷があちらこちらについてる。これ俺がひどい目に遭う部屋じゃん。部屋に入るとそれと同じ傷が手首についた。やっぱそうだろうな。血が滲んだ。また同じ傷が同じ場所につく。さっきより血が出てまた同じ傷が同じ場所についた。そのうちに赤い肉が切れて白い骨が見えていた。あ、手が床に落ちてしまった。あー、ついてるねここに傷も。それからと膝に肩に首に体中に同じ傷がついていることに気づいた。かまいたちみたいなのがいるよ。なんか風で切り裂いてる。うわ、ひどい目に遭っただけだった。何の実りもない部屋でした。また間違えてしまったのね。ああ、いいのよ本当は。どんなに間違えたって最後に正しくいてくれるのならそれでいいの。だから正しくいましょうね。じゃあこれか。丸上が水玉じゃなくて丸い部屋。もうよくわからん。どんな部屋なのか全然よくわからん。扉の向こうにあったのは部屋だった。見慣れたいつもの部屋。右奥には懐かしい匂いが漂うキッチン。左には本がぎゅうぎゅうに詰め込まれた本棚。そして中央に大きな木製のテーブルがあって、2つの椅子がそれを挟んで置いてある。2つの椅子。部屋に入ってその椅子の片方に座った。どこからか来たオレンジ色の光が窓から差し込んでいる。その暖かい光に包まれながらここで2人で食べていたご飯のことを思い出していた。お母さんとってことかな。離婚した後の。突然頭に強い衝撃が走った。何かと思ったが後ろを振り向くこともできず椅子から崩れ落ちて床に倒れ込む。そのまま視界がまどろんで意識が遠ざかっていく。それでも力を振り絞って衝撃を受けた部分に手を持っていくと丸い穴が開いているのが分かった。何されたの、何されたのマジで。あとは歪められた、バラバラにされた、歪められた。あと2つか。黒い部屋だよね。あとはじゃあ黒い部屋入ってさあどうなるか。また間違えてしまったのよ私は。じゃあ黒い部屋、明らかに怪しいけどな。扉の向こうにあったのは暗闇だった。でもめちゃくちゃになるのは、あ、でも箱は記憶たどるルートか。だから黒は私がひどい目に遭うルートかもしれない。光も何もない夜と同じ暗闇。そこに足を踏み入れると同時に扉が閉まった。急いで振り返って持ち手に手をかける。必死にそれを回したが扉はガチャガチャと音を鳴らすばかりでもう二度と開くことはなかった。考えるのをやめた。何も見えない暗闇の中、顔に温かいものが流れて自分が泣いていることに気づいた。だって置き去りにされてしまったんだ。そばにいてくれたはずのあの人はもういない。なんかちょっと記憶たどってる。どうして、どうしてあんなことをしてしまったんだ。なんか悪いことした。そう、いい子ね。ずっと正しくいられてあなたはとってもいい子だわ。さすが私の子ね。ところでその手に持っているものは何かしら。手に持ってるもの、何も持ってませんよ私。あ、鍵か。え、こっちが残るの。置き去りにされた、こっちが残るんだ。そうか、エンド2か。手に鍵を持ってんだ今多分私は。なんでか分からんけど、たくさん間違えてしまったわね。でもいいのよ、最後に正しくいてくれるのならそれで。え、どうして正しくいなければならないのって。そうね、あなたのためよ。あなた自身のために正しくいなければいけないの。正しいのならそれでいいわ。だから正しくいましょうね。さあ、ああ、普通に開いたな。やっとたどり着いたのね。ここに来るまで何度も何度も間違えたでしょ。そのために辛い思いもしたでしょ。でもいいのよ。なんこれ。体が。最後には正しくいることができた。だからそれでいいの。お母さんだよね、多分。首が。あら、ゆっくりしていってねって。どうしたのそんな顔して。今日は何の解説してくれるの。私は大丈夫よ。どんなことをされたって。どんな姿になったって。あなたのことを見ているわ。あなたが正しく言うように。だからこれからはずっと、ここでゆっくりしていってねって。ずっと正しくいましょうね。俺は何をした
俺は何をした？殺したよな、俺が。わかんないな。俺が、あれはお母さんだと思うんだけど、殺したっぽいなっていうところまではあるんだけど、それがなんでなのかっていうのと、そしてなんでこんなものを今見てるのかって、夢なのかわかんないけど、で正しくいるって何なのっていう、なんか出てきた。何？押せって？あなたを、僕があなたを殴り、僕があなたを殴り殺して、切り刻んで、血を抜いて、バラバラにして、無理やりに箱に詰めて、海に沈めて捨ててしまった。なんでなんでなのよ、なんでなの。扉の向こうにあったのは白い部屋だった。霧のような白い何かに包まれた空間、そこにあなたがいた。あ、でもこれは最初か。あら、どうしたの、そんな顔して。ここから出たい？本当は知ってるでしょ、ここから出る方法なんて。そんなの、まあそうね、正しく言いましょう。正しい扉を選ぶの。そしたらここから出られるはずよ。正しい扉はどれかって、さっき開けたばかりでしょ。あ、一緒か、同じこと、最初のこと言ってんのか。さあ行きましょうね。あー、なるほどな。なるほど。ちょっとその背景まではわかんないけどっていう感じだな。はい、ということで正しい扉でございました。ご視聴ありがとうございました。